どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は富士通さん の模擬面接をさせていただく企画なんですけども、実際の富士通の社員さんと人材研究所の安藤さんに面接をしていただけたらと思っております。お二人はコロナ世代の就活を応援する会に所属されていて、課外活動の学知がないっていう学生さんに対して、学業であったりとかっていうところが自己 PR であったり学知になるっていうところを教えたり広げたりっていうことを、まあ、されてるお二人ということで、フィードバックで皆さんにも有益になるような動画ができたらなと思ってます。富士通の高橋と申します。もともとは SE として富士通のグループ会社に入りまして、教育の担当を経て今は営業の担当をしております。どうぞよろしくお願いします。人材研究所の安藤と申します。シニアコンサルタントとして普段は企業さんの採用活動をご支援させていただいております。今回学生さん向けにコロナ世代の就活生を応援するための自己分析の本として出版させていただきました。もしよろしければお手に取っていただければと思います。まずは高橋さんの自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、獨協大学を現在休学しております高橋涼香と申します。本日はよろしくお願いいたします。高橋さんがですね、学業行動で現れている高橋さんご自身の長所があれば教えていただきたいです。はいはい、私の長所は目標達成のためにやり遂げる力だというふうに考えております。これが発揮された経験というのが、私が本当に入りたかったゼミが学科の中で一番人気が高くて倍率が3倍というのがあったんですけど、そこに入った経験というのがあります。でそこに入るためにやったこととして、3年次に振り分けの面接があるんですけど、その前の2年次の頃からその教授の授業を取ってダブル A を獲得した経験があります。でそのダブル A を獲得するために具体的にしたこととしては、友人と一緒に毎週1時間時間を取って毎週毎週発表があったんですけれども、そこでいい成績を残すということをしておりました。周りの生徒はやっぱりゼミに入りたい人もいたんですけれども、毎週毎週やっぱあったので大変ということもあって、でまあ、そこまで準備してる生徒は少なかったんですけど、もう私はどうしても入りたかったので、その1時間の時間を使って発表のスライドの文字の大きさとか文字の色であったりとか、発表の声のトーンとか声の大きさというところも細かいところまですり合わせて成果物をいいものにして、100人以上講義を受講してる生徒がいたんですけれども、毎回10位以内に入るような成績を収めて、教授の印象に残って無事その教授のゼミに入ることができました。このことから私のゼミとしては目標達成のためにやり遂げる力だというふうに考えております。どうしてそもそもそのゼミにどうしても入りたかったんでしょう。そのゼミに入りたかった理由としては、大学1年時にその教授の講義を受講していたんですけど、その教授の授業が本当に面白くて、メディアとコミュニケーション学だったんですけど、私もそこの分野に興味があったので、絶対この教授の下でそのメディアとコミュニケーション学っていうものを学びたいなと思って、そのゼミに絶対入りたいと思うようになりました。ゼミに入るために準備で、例えば友人と一緒に発表の準備したりとかっていうことなんですけど、具体的に活動した目標達成するために頑張った期間ってどれぐらいですか。5ヶ月ぐらいだと思います。一方で、はい、いまいちだったっていうところって何かありますか。競争環境がないであったりとか、あとなんか目標がないと頑張れない、宇宙論みたいな授業があったかなって思うんですけど、まあ、そういうのは将来の自分の役にも立たないだろうなっていうのも思ったし、なんか周りにそんなに頑張ってる友達もいなかったので、やる気が湧かずモチベーションが下がってしまって、テストがあまり頑張れなかったっていうような授業ももちろんありました。宇宙論はどうして取ったんですか。授業の名前だけを見て面白そうだなって思って取ってしまったんですけど、実際受講してみたらなんか本当に専門的な分野でちょっと難しかったのもあって挫折してしまいましたね。成績表を拝見するとですね、はい、GPA の推移ですね、はい、2019年から2022年の、ところが出てるんですけれども、年を追うごとに少しずつ下がってきているっていう部分があるんですけども、はい、ここは何かこう理由みたいなところですね。学業の取り組み方ですとか、はい、力の入れ方で、何か変わったことだとか、何か意図したこととかってございますか。下がってしまった原因というのが、2019年の後期からどんどん下がってると思うんですけど、ちょうどコロナ禍でもう完全リモートの授業になってしまったんですね。やっぱりその大学に行かずに一人で授業を受けるとなると、モチベーションがどうしても下がってしまって、大学2年はもう ほとんどモチベーションゼロの状態でやってたっていうのがあって、成績差が下がってしまったっていうのがありました。モチベーション下がる要因ってどこら辺になりますか。私が取ってた授業が英語でコミュニケーションを取りながら行う授業がほとんどだったんですね。割と双方のコミュニケーションがあっての授業だったんですけど、やっぱりズームとなると先生が話してそれを聞いてるだけっていう風になってしまったのが、自分の中で授業のモチベーションが下がってしまった原因だったのではないかなという風に考えております。コロナになって学校側がこういうインタラクティブに授業を進めるっていうのに適応できてないとも言いたいみたいな、あったと思いますね。成績が下がってしまったのは具体的には
どんな行動が変わりました？テストがある授業だったりとかすると、授業前に友達と確認し合って、自分もちゃんと全部覚えてるかなっていうふうに確認する、復習してたんですけど、コロナになっててからはその機会がなくなっちゃったので、あんまりやる気が出ずに、はい、その復習っていうのをやらなくなって、だんだんテストの毎回の成績が下がっていって、はい、成績が落ちてしまったっていうのがあると思います。高橋さんがこう挑戦心とかチャレンジ精神というものを発揮した経験があれば具体的に教えて。挑戦した経験で言いますと、最初にお話ししたゼミに入るためにかなり努力をしたっていうものが挑戦した経験には当たるかなというふうに考えております。自主的に学んでいきたいものと、やる気がやっぱりなかなか起きなかった授業で、何が違いが一番あると思います？自分が本当に学びたいと思ってるかだなと思っていて、自分にとって有益だとか、まあ、何か少しでも将来の役に立つんじゃないかと思ったことは頑張れるけど、メリットがないなってっていう風に思ったものに関しては頑張れないかなっていう風に思います。あとはそのやっぱり先生が好きだったりとかすると、その先生のために頑張りたいとか、この人の授業を盛り上げたいとか頑張れるんですけど、思いを持てない先生だと頑張れないっていうようなものもあった気がします。どんな先生だとこう頑張りたいと思うんですか？授業が面白いと思うか思わないかなんですけど、話が面白かったりだとか、生徒のことを考えてくれてるなっていうのが授業からも伝わる。自分が一方的にバーッと話すだけだとやっぱつまらないんですよね、講義が。ただやっぱりその双方のコミュニケーションを取ってきてくれたりとか、まあ、課題だったりとかっていうのも教科書を見たら分かるようなものじゃなくて、グループワークで学生間のコミュニケーションも活性化させようっていうふうに頑張ってくれる姿勢が見えたりすると、いい先生だなっていうふうに思ったと思います。もともと自分苦手だったり面白くないなってあんまり興味が湧かなかった自分も中にはあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、それに対してはどういうふうにご自身の中では取り組んでいったか教えていただけますか？授業内で言われたことはちゃんと覚えて、でテストで出る範囲とかっていうのも事前にちゃんと調査しといて、テスト対策して、まあ、テストで最低ラインは取るようにしてたっていうような感じで努力してたことはありますね。具体的な行動として気をつけていたルーティンとか考えていたこととかってあります？テストに出る範囲を先輩に聞くっていうのと、一人でやらないようにはしてて、友達3人ぐらいと一緒に授業を受けてたんですけど、その友達と一緒に、まあ、ここで聞いた内容ってこれであったんだっけであったりとか、友達が持ってきてくれた情報と合わせてテスト対策に挑んだりとか、自分一人ではやらないようにっていうのはしてました。最低ラインを取るっていうことが目標だったので、毎日コツコツ勉強するというよりかは、もうテスト前に大事な範囲だけ授業中にメモしとくんですね。それをまとめたものを事前に授業中に作っておいて、でも最後はそれを見るだけでいいっていう風に効率的にやろうとしてました。まあ、死亡される理由、まあ、ここについてお伺いしてもいいですか？私が御社を志望する理由として、私の就活の軸、3つ軸があるんですけれども、当てはまるから御社を志望しております。で、就活の軸3つとしましては、自分の仕事が影響を与える範囲が広いことと、影響の度合いが大きいことと、あと新しい価値を創造できるかっていう、この3つを主に見ております。企業で面接する中で、企業が持ってる存在意義、パーパスみたいな部分を共感するかしないかみたいな部分で、はい、1つこうマッチングする基準として見ている、はいんですけれども、橋さんにとって大事にしてることみたいなところって、はい、どんなところにあります？一番大事にしてること一つだけ言うと、少し考えても大丈夫ですか？はい、そうですね、私が大事にしていることが、自分がやりたいこととして企画力であったりとか、高めたいな、これから身につけていきたいなっていうふうに考えているので、まあ、その力がより身につくような会社であったりとかに入社したいなっていうふうに、そこが一番自分の就活する上で大事な軸かなっていうふうに考えております。ありがとうございました。じゃあ以上で面接終わりにします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。僕いくつかあって、はい、で一つは本人が目標達成志向が高いっていう、はい、目標達成力が高いっていうこと で、はい、でその目標達成するまでにとりあえずやってみるじゃなくて、はい、逆算的思考力っていうのがあるかなと思いました、はい、あともう一つはその多分誰とやるかがモチベーションリソースになっていて、はい、協調性とかチームプレーっていうのは多分ありかなと、はい、一方でやっぱり目標がないと頑張れない、うん、面白そうで取ったけど、うん、結果的に面白くなくて、で最低限の努力はできるけど、それ以上自分でセルフモチベートしていくとか、うん、
うん、この授業こんな面白いことあるじゃんっていうのを発見しに行く力っていうのはちょっと三角かもしれない。そうですね、2年目以降のそのコロナになってから、要は複数人プレーが1人でのプレーになったことによって自分の力が出せないみたいな部分、まあ、ここがちょっと気にはなりましたと。実際今リモートワークが多い中でセルフモチベートしていくにどうしたらいいかっていうところが一つのスキルとして大事なのかななんていうふうに思ったりするところ、まああと自分の基準に達しないものと達してるもの、これのメリハリがかなりはっきりしているっていうところで、自分があまり期待してなかったところから新たなチャンスみたいなところがあるとは思うんですけども、そこも逃してるのかななんていうところが一つ。もったいないですよ、もったいない。なんか興味あるものに対してのバイタリティすごいと思うんですよね、ただやらないといけないこととか、はい、避けられない環境に対して、それ以上のプラスアルファの好きになる力というか、そこが評価点としては、はい、嫌いな苦手な授業に関しても最低限の努力で最低限のパフォーマンスを発揮しようとしてたっていうのは、これは評価いいですよね。嫌な仕事はできるだけ早く乗り切るみたいなことですよ ね。富士通さんの評価の中で好きなものに対して 120% で挑戦していこうなのか、自分が苦手とか課題にしているものに対しても挑戦して改善していこう、克服していこうなのか、どっち。これちょっと難しいんですけど、基本は自分の熱中できることにパワーを発揮するっていう方を大事にしたい。自分の価値基準で夢中になるってポイントが、まあ、いろんな人がいるんで、まあ、そういう多様な人材を集めて、はい、あえて苦手なところにチャレンジするっていうところは、はい、まあ、そこが好きな人、得意な人に任せる。とはいえ、まあ、お客様あっての仕事なので選べない部分もあるので、うん、与えられた場所でいかに力を発揮するかっていうところは、一つの大事なポイントないっていう。富士通さんって今リモートワークですか？7、8割の社員の人が、はい、まあ、1日あたりリモートワークしてるっていう状況なので、はい、まあ、ほとんど週に1回とか2週間に1回出社する人ぐらい。リモートワークって割とセルフモチベートって大事だったりしますよね。そうですね、援助要請の力とか、困ってる人見つけに行って助けに行く力とかっていうのは、はいはい、どこでも求められますよね。そうですね、まあ、今回僕の評価基準の中では、必要十分な情報っていうのは得られたかなと思ったので、まあ、そういう意味で言うと丸かなと思います。はいはい、この先は、まあ、面接、まあ、何度か重ねる中で会社に共感できるかみたいなところ、能力的には多分持てないと思うので、会社のマッチングっていうところを見ていきたいなというところなので、一旦丸で、この先話を少し聞いてみたいという感じで話します。はい、はい、丸ということで、まず安藤さんからお願いします。はい、そもそも面接って、この学生さんがうちに会社合ってるかどうかをジャッジするために必要な十分な情報を得られないと、そもそもその議論にならなくなるんですね。はい、でそういう意味で言うと、具体的かつ定量的にお話しできるっていうことを最初からもうされていたので、その分面接の時間が短くなって他の深掘りができるっていう意味で言うと、必要十分な情報をすごく得ることができました。コミュニケーションをすごく円滑に取れたようなところがあったので、ここすごく私は丸だというふうに思いました。じゃあ高橋さん、はい、まあ、面接って1回だけじゃないので、はい、あの何度か重ねていく中で、実に対して興味本位で応募してくる学生もいますと、はい、でただあの面接を重ねていく中でやっぱ富士通だなっていうふうに思ってくれるっていうのも結構大事だと。でそんな中で高橋さんが自社に入った時の、ここに配置されたらこういう行動するんだろうなとかってこう想像した時に、活躍できるイメージが、まあ、まずはなんとなく思い描けたと。まあ、人物的に非常にあの話を伺う中で、まあ、魅力的な部分が多かったので、まあ、そこの部分でもう少し話を聞いてみたいなという意味で合格を丸にしてもらった。こういう人だと内定も取るし、その後も活躍するみたいな、どういう方なんですかね。まあ、いろんな職務があります。コミュニケーション能力がより求められるような職務もあったり、あるいは企画的な考え方とかが求められる職務もあれば、ある程度決められた範囲のことをきっちり決められたリソースの中でやりきるみたいな、そういったところが求められるようなポジションもまあ、あるので、まあ、言ってしまうとどんな人でも活躍できる幅の広さはあるんですね。なんか意識して聞いたこととか、面接でどこを一番重視して見られてるのかなっていうのが気になりました。対面の場合は人柄ってなんとなく極められるっていうか、うん、Zoom とかで人柄ってやっぱ見抜けないというか、うん、っていう部分があるので、オンラインで面接をしてるときは人柄特に
回富士通さん の模擬面接をさせていただいたんですけども、シンガリーのサイトでは他の企業さんの受かった人の面接が見れたりするので、ぜひ他の企業さんも見ていただけたらなと思ってます。あとお二人のなんかリンクであったりとか、安藤さんが出された本 のリンクも概要欄に貼ってあるので、よかったら買って読んでみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。